今日もですね、森友問題についてちょっとね、お話しさせていただきます。まあ今ね、世界的に、流行が止まらない、例の伝染病のおかげでですね、この森友問題ほか、黒川検事総長の問題とかね、もうこういったことがね、どんどん隅に追いやられているような感じです。まあ確かに記事になってても、国民の目が向きにくくなってますよね。そういう意味では、安倍政権ほか、他の国もそうかもしれませんけども、政府の汚点を隠すには格好の餌が今回の伝染病なんですよ。まあそう考えているとですね、前回 G7 がどっかで行われた時っていうのが、あの時をね、境にして世界的にどんな国もね、この対策、飛行機を止めたりとか都市封鎖したりみたいなのが急に起きた時だからちょっと符合するんですよね。まあ考えすぎだと思いますけども、 G7 のあたりからちょっと世界がおかしくなってきたのかなと思いますけども、まあ記事の方に戻りましょう。まあ。で、今回ね、記事の方を読んでみますと、4月22日、本日ですね、本日の午後、13時49分に配信されています。まあですから今から10時間ぐらい前ですか。衆議院、財務金融委員会は22日、学校法人森友学園の国有地売却問題をめぐり、衆院調査委員に、局長に対して予備的調査を命じたことを明らかにした。予備的調査ってのがね、聞き慣れないですね、なんかね。予備的ってことは、予備ではないってことなんですかね。予備のさらにもう一個、柔らかい形なら予備的な調査ってことですかね。随分控えめですよね。立憲民主党など野党4党が自殺した財務省近畿財務局職員のこれ赤木さんのことですね。こちらの手記公表を踏まえ、調査を要求していたということで、随分懐かしい話になってきましたけども、まだこれね、最近の話ですからね。調査局は結果をまとめた報告書を委員会に提出することになります。予備的調査は委員会審査のため必要だとして、議員40人以上が要請すると基本的人権を不当に侵害する恐れがある場合などを除き調査が行われる制度ということで、調査がね行われるといいですね。野党は14日に予備的調査を求める要請書を、衆院に提出していたということで、しっかりと調べてほしいなと思うんですけれども、やっぱりね、この問題ってのは、なし崩し的に強引にですね、ほんと黒川検事総長が、その職を辞せない限りね、自分で辞めない限りは、もう闇雲になるんだろうなと思いますよね。まあそういう意味で言うと、N 国党の立花孝志さんが森友学園を購入してね、じゃあ地面掘ってみようか、本当にゴミが出てくるのかどうかみたいなことやってますんで、そういった奇襲に期待したいところなんですよ。あとね、もうどうにもならない。もうこの問題がうやむやになって、お蔵入りになってね。まあ三権分立も本当になし崩的に終わって、もう安倍政権がね、もう事実上この国を乗っ取ってしまうようなことが起きたとしても、きっとですね、そこに、まあ業を煮やした国民がですね、きっと選挙で自民党をもうね、信頼してないと思うんですよ。だからといって他のどの党に入れるっていう選択肢も本当難しいんですけども、その辺も加味してですね、なんかその、野党がね、全部で一つの政党をね、まあ、なんか連立して作って、まあ、それでももうしょうがないのかなと、もう自民党さえ取らなければもういいよって感じですよね。で、もっと期待されるのは、自民党の若手議員とか、今回ちょっと不満を漏らしてるんですよ。例の10万円支給問題で、自民党の若手議員っていうのはね、100人ぐらい集まって、ちょっと早く支給しようぜって言ったけども、安倍総理動かなかったんですよね。まあ、麻生財務大臣だと思いますけどもね、邪魔してんのは。で、公明党が、早くやらないと、もう公明党連立離脱しますよって脅したら、じゃあやりましょうって感じで、パパパーと決まったわけなんですよね。それはもう自民党の若手議員面白くないですよね。自分たちは自民党の人間として突き上げたのに、なんだよ、公明党の言うことは素直に聞くのかってことになって、自民党の若手議員がね、もし、今後離脱することがあれば、その離脱した自民党の、ね、若手議員だけで政党を作っていく、まあ自民党2みたいなのを作ったりとかね、他の野党と組んでですね、新しい、民主自民党みたいなね、なんかわけのわかんない政党の名前ですけども、なんか新しい勢力を作って、もう自民党をそれこそね、本気でぶっ壊せみたいなことをやるのかもしれませんよね。結局ね、その自民党の人っていうのは、もうビビリなんですよ、みんなで。もう国民のことなんて何にも考えてなくて、自分の保身のことしか考えてないんですよ。保守でもなくて、ほんと保身ですよね。要するに、なんか、嘘をね、隠蔽することに一生懸命。自分で自覚してるのに、もう悪に積極的に加担して、で、おこぼれをもらおうとしてるわけですよ。
河合案里議員とかも、結局は、まあ、最初はね、すごく清い気持ちで出たのかもしれませんけども、もうむちゃくちゃですよね。で、ああいうのがまかり通るように、今、官邸が、もう捜査してるんですよ。もうそうとしか思えないし、そうでしょう。決めつけますよ、こういうことは。本当ね、むちゃくちゃです。でも、こういうのを放置した国民にも、やっぱり責任がありますし、問題があると思ってるんだったら、お前が、選挙に出ろよって話ですよね。本当にすいませんでした。私もね、これだけ問題を意識してるのに、自分で国を動かそうっていう気概まではないから、結局は国を自由に動かしたいっていう気概の強い人が、そのようにするんだろうなと思います。でもこれからは違いますよ。やっぱりこの前、立花隆さんに会ったらね、選挙に出てくださいよって言われたんで、そういうのもあって、私はね、ちょっと真剣に考えていかないといけないなと。もちろんね、私が選挙に出ても、まあ人との信頼がないんでね、今何ともしがたいんですけども、でもそういうことを恐れずに、まずはね、トライしていくことから始めていこうかと思います。で、失敗すれば何かしかの手がかりがつかめると思いましたんで、それからね、やっぱり選挙に、こんな国じゃダメだっていう風に感じて、選挙に出る人が多ければ多いほど、いわゆる票が割れていくってことで、自民一党独裁っていうのも壊していけるんではないかなと思うんですよね。ちょっとね、勝手なことばっかり今回はね、いろいろ言わせてもらいましたけども、テーマを戻しますと、森友事件、ね。なんかこう、少しずつだけど進んでるなってことですよね。これからも希望を持ってニュース見ていきたいと思います。ありがとうございました。